リカルドとは結婚しません。気まぐれなんかではなく本気です。何も言うことはないね。じゃあ失礼。待ちなさい。事情を説明してもらわないと。マリソルが決めたことなんだ。それは聞いたわ。でも理由を聞く権利は当然あるでしょ。どうしてマリソル？それはつまりリカルドを愛してないから。ごめんなさい。でも本当なの。だから結婚はできない。結婚してもお互い不幸になるのは目に見えてるわ。今頃になって突然そのことに気づいたってわけね。姫な、今のうちに気づいてくれて本当に良かったじゃないの。いいって誰のために？みんなよ。どうしてそう二人の結婚にこだわるの？愛し合ってないなら。リカルドはマリソルを愛してます。こんな仕打ちはかわいそう。勝手に決めつけないでよ。じゃあ愛してないの？仕方ないだろ。僕は愛してないって言うんだから。諦めの悪い間抜けな振られ男を演じる気はない。リカルド、悪く思わないでちょうだい。口先だけの謝罪はいらない。そんな意味のない形式的なことにはもううんざりなんだ。どうぞ僕のことはもうお構いなく。ご立派なパラシオス家の皆様、やめなさい。リカルド。ああ、やめるよ。言うことは言った。楽しいお食事を。失礼。はい、2杯目。ジャコも一気に飲み干してね。すごくいい気分になれるから。ミルドレット、俺あまり飲めないからさ。それはこれまでの話よ。私と一緒だったら飲めるでしょ。ああ、そうだね。でも、なんで俺を呼んだんだい？いやーね、ジャコも野暮なこと聞かないで。それとも、私と一緒にいたくないの？そんな、とんでもない。すごく楽しいよ。ただその、電話の様子だと休養みたいだったから。そうよ。本当に休養なの。何かあったのかい？もう、ジャコもったら、あなたがこんなにウブだとは思わなかったわ。私に会いたいっていつも言ってたじゃない。みんなはあなたが私のこと好きだって。それはちょっと待って、ミルドレット。そんな風に言われても。あ、じゃあどう言えばいいのね。ね、素直になりましょうよ。なあ、ミルドレット。恥ずかしがらないで。俺はなあ、ごめん。そうだよ、認める。俺は君が好きだ。でも好きなんでしょ、うん、あなたは私が好き。だからあなたは私に触れてほしい、うん、どう？あなたって可愛いわ。ほら、体がだんだん熱くなってきてる。な、ミルドレット、ミルドレット。俺、ジャコも、あなたも感じるでしょ？体がどん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 熱くなってくの。あなたとなら楽しい時間が過ごせそうね。だけどミルドレット、もし誰か来たら。いや大丈夫。でも誰も来ないから。あ、ジョコも、あなたがこんな風に私をさせるのよ。ねえ、本当に大丈夫かな？心配するな。誰にも見つかりゃしないさ。お母さんは？今留守だ。何も心配いらない。今夜はこの部屋にいろよ。俺は構わないから。物音さえ立てなきゃ母さんも気づかない。ありがとう、助かるよ。本当言うとさ、他に行くところが思いつかなかったんだ。絶対迷惑はかけないから。マルコス、どうして家出なんかしたんだ？別に家出じゃないよ。ちょっとママを驚かしたくて。何か理由があってのことだろうけど、こんなのやりすぎだと思わないか？なんでだよミッキー。ちょっと脅かすだけさ。これでママにもわかる。俺も自分のことは自分でちゃんとできるんだって。気持ちはわかるよマルコス。だけどこの前誘拐されただろう。だからまたいなくなったりしたらお袋さんは。やめてくれよミッキー、頼む。一体何があったんだ？お袋さんが何かしたんで、その仕返しか？そんなとこでも話したくないんだ。聞かないで。
とにかく今はしばらく家を離れて静かに過ごしたいだけなんだ。今夜だけでも。分かった、ここにいろよ。寝袋かなんか取ってくる。ありがとう。ほらマルコス、これ使ってくれよ。悪いな、気を使わせて。こんなもん見つけた。俺が前に預かった天使だ。これなんだい、この瓶は。開けちゃダメだマルコス。マリソル、あなたのお兄さんの件でゴタゴタがあったから、それでこんな結論出したんでしょ。いや、彼は兄じゃないわ。なんですって。アルタグラシアがイルダさんと話をして全てはっきりしたのよ。オクタビオはアルタグラシアの子じゃなかった。いつそんな話をしたの。このうちで約束を守らない人はマリソルだけじゃないよね。ヒメナ、やめてくれ。あなたもそうなの、ビクトール。約束したはずだけど。無理やり結婚させることはできない。愛してないなら。できないの。あなたなら何でも望み通りにできるって私は思っていたけど。どういう意味だかわからんな。分かりたいとも思わ。君は気が動転してるんだ、すまないと思う。ヒメナ、このことで家族同士の友情が壊れるなんてことはないでしょ。どうかしら、両家の関係は今夜を境に変わらざるを得ないでしょうね。私が決めたんじゃないわ。もちろんリカルドでも。それは忘れないで。おやすみなさい。お願い、みんなには分かってほしいの。すごく悩んだ末のことよ。簡単に決めたわけじゃないわ。私はリカルドを愛してない。それだけははっきりしてる。愛してないの。ええ、マリソル、分かってる。お前はね、心の声に従って正しいことをした。わしらはお前の味方だ。だがお前にはっきり言っておきたいことがある。リカルドのことはいい、しかしオクタビオは認めんぞ。それだけは肝に銘じとけ。知らない方が身のためってこともあるんだ。なんだよミッキー、探偵みたいな口を聞いてさ。まるでその瓶に入っているのが飲んだらすぐ死んじゃう毒みたいだ。そう思いたきゃ思っとけよ。この中身はお前にはとても想像のつかないものだ。なあミキ、どうしたんだそれ。もしかして麻薬か。いや、そうじゃないよ。そんなんじゃない、違うんだ。麻薬のことなら知ってる。俺も前にやってたからさ。俺になら話しても大丈夫だ。心配してくれてるのか。ん？だって俺たち友達だろ。俺はお前のこと信用してるよ。だからこっちも信用してくれよ。母親が子供の頃から友達なんだし、俺たち二人は本当の兄弟みたいなもんだ。そうだろ。あの先生、自分を数学の天才だと勘違いしてるの。ベアトリス、電話を切りなさい。ハードに教えてもらって、私絶対絵を取ってやるんだから。そう、きっと先生腰を抜かすわよ。ベアトリス、ちょっと待ってよママ。ええ、私は先生の娘でも何でもないのよ。怒鳴られるなんてまっぴらよ。そう、まったくもう。想像してみて。あのゴリラ先生の娘ってどんな顔かな。かわいそう。いい加減にして、もう終わりよ。何するのよママ、人の電話勝手に切るなんて。黙りなさい。切られて当然よ。母さんが何度も切ってくれって頼んでるのに、長々とくだらないおしゃべりばっかりして。母さんの気持ちがわからない。兄さんのことなんかどうでもいいの。マルコスがいなくなっちゃったのよ。行方がわからないっていうのに、お前はよくのんきに長電話なんかできるわね。ママ、そのうち帰ってくるって。怒って飛び出しただけよ。お腹空いたらすぐ帰ってくるに決まってる。ベアトリス、母さんものすごく心配なのよ。もしもまたマルコスが誘拐されてたらと思う。落ち着いてママ、兄さんは大丈夫。心配いらないって。落ち着けるわけないでしょ。なんで大丈夫ってわかんの。兄さんはカッとなりやすい性格なの。それが収まったらすぐ家に帰ってきてママに謝るわよ。もうしないから許してとかね。ほら帰ってきたマルコス。いや、お
さん。おまる。姉さん。おまる。大丈夫かい？来てくれてありがとう。いても立ってもいられないの。もしもまたマルコスが誘拐されてたら私。まあまあとにかく落ち着いて。それは捜査するから。その前に教えてくれ。友達に聞いた？でも誰のところにもいなかったわ。うん。ああそれでマルコスに何かおかしな様子はあったのか？それはあの。そうあったわ。あの子短気なとこがあって知ってるでしょ。マルコスの性格は、実を言うとあの子ルチアーノが私に言い寄ってると思ってるの。え、でもどこからそんな話が出てきたんだ。マルコスはなんでそんなことを。わからないわ、わからない。オマール、とにかく心配なの。あの子一体どこにいるのかしら。マルコスはどこに行ったの。誘拐犯に連れ去られたのかもしれないわ。電話もないし、もしあの子に何かあったら。落ち着いて。オマール、心配でならないの。あの子にもしものこと。大丈夫、落ち着くんだ。兄さん、オクタビオへの気持ちは本物なの。真実の愛よ。こんなに強く心から誰か思ったことはない。おいで。わかるよマリソル、お前の気持ちはね。だけどだからといって現実から目をそらすことはできない。お前たち二人は全然違う。それは否定できないだろ。やめてよ兄さん。私はお金持ちの家に生まれたけど彼は違うとか、そんな話をするつもり？そのことはもう話し合ったじゃない。いやそういうことじゃないよ。そんなことは僕も問題にしてない。そのな、実は僕にも好きな人がいるんだ、あの町に。兄さん恋をしてるのね。いや別にまだそんな恋かどうかわからないけど、彼女といると楽しい。どんな人？どうやって知り合ったの？まあそれは待て待て、お前の話をしてるんだぞ。僕のことよりお前とオクタビオのことだ。二人が思いを貫いて付き合い続けるには相当な覚悟がないと。いいかマリソル、ものすごく大きな障害を乗り越えなきゃならない。わかるな？よくわかってるわ兄さん。大変なことは承知の上よ。でも大事なのは愛し合ってること。決して離れない。何があろうと私たち二人で戦い抜くわ。そうか、それじゃ何を言っても無駄なんだな。兄さんなら分かってくれるわよね。お願いだから反対しないで。お前は僕のたった一人の愛する妹だよ。お兄ちゃんが反対できるわけないだろう。でも忘れるな、僕も 100% 賛成じゃないんだぞ。これが本心だ。だけど応援する。ありがとう、大好きよルチアの兄さん。僕も大好きだ。ありがとう。どういたしまして。話がしたかったの、あなたと直接。マカレナやめてくれ、話なんかない。母さんが眠ってるんだ。ここでそういう話はよしてくれ。分かったわ、じゃあどこかよそで話しましょうよ。バカ言わないでくれ、母さんを一人にするわけにはいかない。オクタビオ、すごく大事なことなの、お願いよ。私の気持ちも分かって。君に期待を持たせた覚えはないけど。あなたは私を愛するようになるわ。あなたを世界一幸せな男にしてあげるから。必ず私があなたを。もうやめろ、やめてくれよ。いい加減にするんだ。もうやめてくれ。オクタビオ愛してるのよ。ねえ、私とだったら何の障害もないのよ。もう障害はない。俺はマリソルの兄さんじゃなかった。あれは嘘の話だったんだ。そう、でもマリソルはふさわしくないわ。彼女気が変わりやすいの、結構移り気で。今はあなたが好きでも、そのうちリカルドや他の人に目移りするわ。それでも友達なのか？そう、友達よ。その友達に言われたの、私に恋人になれって、あなたを幸せにしてって。マリソルってそういう子なのよ。ねえお願い、あなたのことを愛してもいいでしょう。私のこの気持ちを受け止めてほしいの。悪いけどマカルナ、それはできない。俺はマリソルを愛してる。彼女が何より大切なんだ。いいわ、分かった。今は気持ちを変えようとしても無理ね。でも必ず振り向かせる。あなたのためだったら
私何でもするわ。絶対に諦めないから、何があろうとね。どうしようもないよ、ママ。もう忘れてしまおう。こんな侮辱が忘れられる？あの人たち何様のつもりなのよ、偉そうに。え？何でも許されると思ってるのかしら。私にもあのうちに負けないくらいの力と地位と財産があるのよ。ママ、そりゃ関係ないよ。いいえ、関係あるわ。バカにされて黙ってるつもり？マリソルはあなたを捨てて、あんな男を選んだのよ。どうぞ。好きなだけ恨みつらみを吐き出せばいいさ。このままじゃ済まさないわよ。ひざまずかせてやるわ、この姫なフェリーニの前にね。そしてあなたは何が何でもマリソルと結婚するの。いやだよ、そんな気はないね。もうほっといてくれ、これは僕の人生だ。あなたの人生はパラシオス家の主になること。ママ、目的は何？どうしてそのことにこだわるの？え？諦めなよ。マリソルは僕を好きじゃない。仕方ないだろう。それで？あなたはそれでいいの？僕にどうしろっていうの？あんな女のために手首でも切れって？嫌だね、そんなのお断りだ。あなたのどこが不満なの？あなたほど最高の独身男性はいないのに。マリソルだろうが誰だろうが女性だったらあなたを拒むことはできないはずよ。それでもマリソルは拒絶した。この本の最後のページはまだ白紙のままなの。そこに文字を書き込むのは私たち。使うのはインクではなくパラシオスの血よ。なんだって？私に任せなさい。これまで通りに。きっとマリソル・パラシオスはあなたの元に戻って恥を忍んで頭を下げ許しを請うことになるわ。必ずそうさせる。本当に母さんすごく元気そうだ。まあでも元気そうに見えてもお母さんは完治したわけじゃない。うちに帰った後も必ず指示に従うようにちゃんと薬も飲むこと。もちろんそれはよく分かってますよ先生。私が面倒見る。うん、僕たちがついてますから。どうして主治医が退院を許可したか分かります？母親を心から愛しちゃんと世話してくれる子供たちがいるからです。そうですよね？もちろん。よし、いいかい、お母さんにはどんなショックも与えてはいけない。それから心配をかけないこと、そして掃除、洗濯、皿洗いは君らでやること。お母さんには休養が必要だ。いいね先生、そんなに言わなくても。ダメダメ母さん、先生の言うことは絶対なんだからね。ちゃんと言われた通りにしなきゃダメだ。おとなしく俺たちに甘えてればいいんだよ。分かったかい？ありがとう。くすぐったじゃないの。本当にみんないい子たち。もちろんベレンもね、今ここにはいないけど会いたいわ。そういえば僕はベレンにだけはまだ会ったことないな。ええ、近いうちに先生にも紹介できるといいんですけど。マリソルがまだのようだけど。時期降りてくるわ。おはよう、うん、ご機嫌かが？いいわよ、お前ほど幸せいっぱいではないけど。重荷を下ろせたのがよっぽど嬉しいのね。本当にそう、リカルドは重荷だった。うん、昨夜それを言わなくてよかった。姫名はひどく怒ってたわ。あなたは随分落ち着いてたけど。ママ、ああするしかなかったの。リカルドとは結婚できない。愛してないもの。それに最近のリカルドの振る舞いといったら、そりゃもう無礼でひどかったものね。そうは言ってもあんな居心地の悪い思いは二度としたくない。それに姫名が心配なの。今までみたいに家を訪ねてはくれないわ。私はこれっぽっちも構わないよ。あの人が来るたびにお愛想笑いしてたけど、これからは無理しなくて済むわ。ありがたいこと。お母さんやめてよ。聞いてもいい？そんなにおしゃれしてどこへ行くの？ええ、
オクタビオの家に行ってくるわ。今日お母様が退院なさるの。ねえマリソル、少し時間を置いてよく考えてからの方がよくはないかしら。もう十分考えたわ。オクタビオを愛してるの。彼なしでは生きられない。もう考えることないわ。マリソル、どんなに愛し合っていても二人の間には大きな違いがあるのよ。そのことは考えないとね。おばあちゃん、それは彼に地位も財産もないってこと？いいえ、二人の育った環境のことを言ってるの。お前はお姫様のように育ち、教育を受けて専門職に就いた。しっかりと教養を身につけてる。それからマナーもそうだし、個性があり、価値観も知識もちゃんと持ってるでしょ。だけど彼にはそれがない。そうよマリソル、今からでも決して遅くはないわ。勉強したいって言ってる。オクタビオはとても頭がいいんだから。彼頑張るって言ってるの。私ももちろん彼を応援するわ。こことここもですね。軍が駐留するなんて参ったわね。それでカプランと連絡が取れないんでしょ。軍のおかげで全てが麻痺してる。信じられない。これ私が八方塞がり、計画が遅れるのはビクトール・パラシオスとオクタビオ・カスレスのせいよ。ああ私が。確かにあの男は邪魔者です。でも私には力がある。力さえあればどんな壁も崩せる。マリソルもこんな時に婚約破棄をするなんて。彼女が婚約を破棄したのはカセレスのせいです。全ての元凶は奴ですよ。でもロマンスはすぐに終わるわ。彼に残された日はわずかしかないから。あんな男虫けら同然、今度こそ踏み潰すわマティアス。彼はもうおしまいよ。君に電話もできずにわしがどんなに心苦しかったことか。家族みんなと客もそばにいたので電話をかけたら話を聞かれてしまうと思ったんだ。そうよね、わかるわ。でもビクトール、私考えたの。これまでのことは忘れていいお友達でいた方が。いかん、ダメだ。そんなことを考えるんじゃない。やはり夜中に家を抜け出して君に会いに行くべきだった。そうしたらやむを得ない事情だったと君に分かってもらえただろうに。その頃私はあなたに事故が起きたんじゃないことを祈ってた。ミルドレッド、昨夜のことは忘れよう。事情はもう分かってくれただろ。別れるなんて言わないでくれ。いいね、うん、どうだ、うん、忘れよ。なあ聞いてくれ、二人だけでもっと頻繁に会える方法を何か考えよう。そうね、あなたがそう言うなら、うん、もちろん私も一緒に考えるけど、あなたが決めたことなら何でも従うわ。君のそんなところが好きなんだ。ビクトール、仕事の段取りはもう済ませたわ。それで実は用事があるので午前中外出してもいいかしら。もちろん構わんよ。今日は何でも君の言うことを聞こう。ありがとうビクトール、ありがとう。天国にいるみたいだよ。お前には分かんないだろうな。いや分かるさジャグモ、顔見りゃめちゃくちゃハッピーだって一発で分かる。ガキのお前にはまだ分かんないよ。へえ。すごく欲しいものがあるとするだろう。ああ、そしてある日突然それがパッと目の前に。ちょっと待てよ、それってなんだ。もしかして恋しい恋しいミルドレッド。町一番の美人だぜマルコス。信じられないことにさ。何、家に呼んでくれたんだ。話をして。それからどうした、寝たの。ん、やめろよマルコス。いいじゃないか、プライベートなことだぜ。そんなのお前に教えられるか。だが父親には夕べどこにいたか教えられるよな、ジャコモ。父さん、あろ。なんだ、さあ俺に言ってみろ。いや言う必要はない。夕べどこにいたか当ててやろう。女と一緒だったな、あのアバズレと。彼女のことそんな風に言うな。
何度も言ったはずだ。ミルドレッドに失礼だろ。失礼だと？あんな女構うもんか。いい加減にお前も目を覚まして、ちゃんとした女性を見つけろ。自分のことは自分で決める子供じゃないんだ。街中で俺を怒鳴るのはやめてほしいね。俺は父親だぞ。ここがどこだろうと自由に息子を怒鳴る権利がある。特にお前があんな女と一緒だ。それじゃあまた今度な、マルコス。もうジャコモ、おいジャコモ、話はまだ終わってないんだぞ。もうちゃんと話は聞け。やだね。いい加減にあんなアバズレの後を追っかけるのはやめるんだ。おい待て、ジャコモ。マルコス、どこにいたの？マルコス、ゆうべはどこにいたのよ。心配してたんだからね。さあ母さん入って。我が家へお帰り。新しい暮らしの始まりだ。そうね、どうも。これからはのんびりしてよ。母さんは僕らを温かく見守ってくれればいい。ここは母さんの家なんだから。ん？そう、我が家に戻って子供たちに囲まれて。ママ必ず元気になるよ。もちろん、でもゆっくりした方がいいわ。座ってくつろいだら。久しぶりの我が家で。やっと帰れたんだね、私の家に。マリア様。そして私のブドウの木。それに俺たちもいる。子供たちがね。母さんが帰ってきて本当に嬉しい。言うことなしだろ。でも一人足りない。母さん、ベレンは帰ってくる、必ずね。いつだい、いつになったら。僕は出る。ミルドレッド。どうも、お邪魔じゃなかったかしら。どうもオクタビオ。いや、こんにちは。お加減はいかがですか。娘に何かあったの？ベレンに何かあったから訪ねてきたんでしょ。教えてミルドレッド、お願い。心配かけたのは謝るけど、ショックだったんだよ。だからそのルチアーノ先生とママのことが。先生はママが好きなんだ。ママがパパを忘れて先生を好きになるなんて嫌なんだよ。マルコス、お前には何度も説明したはずでしょ。ルチアーノと母さんの間には何にもないわ。私たちはただのお友達なの。母さんを信じて、ただのお友達。分かったよママ、もうこのことは忘れるよ。そうね、忘れましょう。お前とはもうこれ以上言い争いをしたくない。母さんのことを信じてちょうだい。いいわね。ああ、だけどこれだけは言っとくよ。パパ以外の男の人なんて絶対認めないから。分かってるわ。それでベレンはどこなんだ。中身はお金だけで、手紙も何も入ってないよ。何の手がかりも。ミルドレッド、話をしたのか。どうやって受け取った。本人には会ってないわ。うちのドアの下に封筒が入れてあったの。その後で電話があって、おばさんに渡してほしいって。だけどあの子何か言わなかったかい。あの子を探すのに、何か手がかりになるようなこと言ってなかった。いいえ、それは何も。知られたくないようで、これを渡してほしいって、それだけです。そう、じゃあ仕方ない。ミルドレッド、ありがとう。少なくともあの子が無事だってことはこれで分かったから。ねえ、本当にベレンは何も言ってなかったのかい。嘘じゃないわ。私も居所を聞いたんだけど。ミルドレッド、頼みがある。今度連絡があったら俺から話があるって伝えてくれ。居所を言いたくなかったらそれはいいから、直接話をしたいって。分かった、伝えるわ。でももう電話はないかも。ねえ、本当にベレンがどこにいるか知らないの。知ってるんならお願いだから教えてちょうだい。あの子に会いたいの。本当に知らないんです。でもベレンから電話があったら必ず、おばさんが辛い思いをしてるから家に帰ってくるようにって伝えます。約束します。どうもありがとうミルドレッド、お願い頼むわね。電話があったらあの子に伝えてちょうだい。お金なんかいらない。私はただベレンがこの家に戻ってくれればそれでいいの。そばにいてほしい、それだけが望みだって。
またよりを戻したの。何もなかったみたいにね。私はマリソルに頼まれたのよ。彼女を忘れられるように彼のそばにいてあげてって。そんなセリフ信じた私がバカだったわ。ねえマカレナ、二人の絆がそれだけ強いってことじゃない？私だったら彼のことは諦めるけど。諦める？そんなの冗談じゃないわ。だけども何をやっても無駄だと思うわよ。私は絶対に諦めないわ。諦められないの。オクタビオは誰にも渡さないわ。たとえあのマリソルがライバルでも。彼は私のもの。必ずそうしてみせるわよ。うん、その前に怒りで頭の血管が切れなきゃいいけど。どうも。オリント、そのバラはオフィスに飾るの？僕の愛する天使に。情熱の赤いバラを。でも大丈夫なの、リント？あなたにそんな高いお給料は払ってないはずだけど。お金なんていいんだ、君の笑顔が見られれば。わかります？私今とっても幸せ。いろんなことがあったけど、あの頃の兄さん見せたかった。食べない眠らないひどかったんだから。おいおい、あんな兄さん見たの初めてだったわ。過去のことだよテレシータ。全て片付いたんだ。マリソルと二人で愛を貫き通すつもりだ。そうなさい。この世で一番大切なのは愛なんだよ。そう、愛と若さ、二人には両方ともたっぷりあるんだから見てよ兄さんのにやけ切った顔。いいじゃないかパブロ俺は今すごく幸せなんだよ。だって母さんが良くなって退院してこの家に帰ってきただろ、うん、それからマリソルがそばにいる。ああ、撃たれて入院してた時に比べると天国だね。撃たれて入院だって何があったの、オクタビオ？パブロ内緒にしとくって約束だっただろ。まったくおしゃべりだな。どういうことなんだい。隠し事なんて母さん嫌いだよ。何があったのかちゃんと話しなさい。誰にそんなことされたの？オクタビオは悪くないんです。私の友達がちょっとした勘違いで撃ってしまって。そうなんだ、事故なんだよ。間違いだったんだ。それに大した怪我じゃなかったりさ、ちょっとの間入院しただけだ。ちょっとの間？それで犯人は？そんな人間は捕まえて刑務所に入れるべきだよ。え？人を撃って怪我させておいてそのままなんて法はないでしょ。あのリカルドはオクタビオを泥棒と間違えてそれで撃ってしまったんです。リカルド？ねえ兄さん、その人が兄さんのこと撃ったの？そうだ、リカルドってやつ。俺たちが知り合う前マリソルと付き合ってた。どうして？うん、なんでもないの。ただちょっとその名前に聞き覚えがあって。リカルド、婚約破棄さ。マリソルは僕と結婚しないってきっぱり言われたのか？そうだよ。何より許せないのが、僕よりあのゲス野郎を選んだってことさ。そりゃとても許しがたいな。でどうする？あの野郎に償いをさせるどうやって償わせるんだ？奴は何も持っちゃいないぞ。マリソルがいる奴にはね。まさかお前本気で二人が結婚するとでも？そりゃ家族が反対するさ。パラショウスケは19世紀の遺物みたいな格式ばった家だからね。リカルド、これは微妙な問題だ。あいつにまた銃を向けたりしたら今度こそ警察もお前のことを見逃してくれやしないぞ自分じゃやらない。たくさんいるんだよ。ちょっと金を出せば殺してくれるやつが。そこまでするのか？もちろん、自業自得さ。お母さんが心配？ええ、オリント、そうなの。ママの行方がわからないから心配で。へえ、僕には尻尾があるんだ。何言ってるの？見えすいた嘘ってこと。これでもバカじゃない。君は心配してるんじゃないね、怒ってるだけだ。ええ、それは仕事のせいよ、業績が良くないから。そうかそうか、なるほどね、うん、
オクタビオが言ってたけど、女は仕事のことじゃ怒らないって。あらそう、彼がそんなこと。女性に関してはきっと経験豊富なのね。まあ多少はな。それで経験するだけじゃなくて、自慢げに友達に話して聞かせてるの。いやそんなことはないよ、僕同様ジェントルマンだから。そうかしら。でも彼も私のことはネタにできないでしょ。だって私たちは何もないんだもの。それとも何か聞いてる？ねえ、あいつの話はそのぐらいにしておいてさ、美味しい食事の話をしようよ。美味しい食事って？これから二人で素敵なレストランに行くんだ。君もきっと気に入るよ。付き合ってくれるよね？そうね、オリント、どうかしら。お母さんは欲しいものを必ず手に入れる人だ。これは本当だぞ。うん、じゃあ帰るよ、用があるから。モデル事務所はどう？忙しい？そうね、もう関係ないよ、辞めるんだから。辞める？どういうこと？お前のママにフェリーに輸入紹介を見てくれって頼まれたんだ。断れないだろう。しっかりご機嫌を取っとかないと。フェリーに輸入紹介を？聞いてなかったか？パトリシアが社長で俺は副社長と事業部長を兼ねる。どうだ、支配権を握ったんだぞ。甘いな、支配権を握る。姫なフェリーニョ全然分かってないな。支配権を渡すなんてありえない。絶対ね。それで今後どういう手を打つつもりなのか聞かせてほしいわ。言ってたじゃないの、うちのリカルドとあの男では比べ物にならない。私もリカルドと結婚してほしかった。だがこれ以上手出しも口出しもできんよ。どうして？たとえ自分の子供であろうとも、心の中までは思い通りにできない。そんなの無理だ、忠誠じゃあるまいし。つまり受け入れざるを得ないこともあるんだと言いたいわけね。うん、あの男さえ現れなければよかったのに。でも私はこのままでは引き下がれないわ。確かに私も娘とリカルドが結婚してくれればと思う。しかし私にもどうしようもない。無理やり結婚させるわけにはいかんだろ。もちろんあの男との付き合いは決して許さんが。そう、私に任せて。うん、ところで今日は一人なの？一人というと？アシスタントの女性がいないじゃない。ミルドレッドだった。ああ、彼女か。午前中は用事があるとかで休みを取ってるんだ。ねえ、それで彼女とはうまくいってる？ああ、おかげさまで、とてもね。ムニエか、その聞いてほしいの、またあのビクトールのことで。ご主人どうかした？ディナーには帰ってきたわ。それはよかったんだけど、でも何か様子がおかしいの。私は長年連れ添ってきた妻よ、だからちょっとしたことでも気づいてしまう。ハルタグラシア、例えばどんなことなの？何から話せばいいのか恥ずかしいけど、あの人、例えばそう、身なりにとても気を使ってる。髪のセットに時間をかけたり、ティーンエイジャーみたいにね。あら、まあそうなの。それに運動して体を鍛え出したり、食事の好みも変わった、服の趣味も。あの人すっかり変わってしまった。それは注意信号よ、アルタグラシア。いえ、赤信号ね。その手の変化はあなたに対するはっきりとした警告なの。このままでいいんだなんて思っててはダメ、あなたも変わらなきゃっていうサインなのよ。冗談でしょ、ムニエか。冗談なんてとんでもない、とことん本気よ。よく聞いて、私の言う通りにするといいわ。彼を誘惑するの。え？
もう一度ご主人を誘惑して物にするの。第二の新婚よ。愛を再び燃え上がらせる。服装や髪を変えたりして、なんなら少しくらい美容整形してもいいんじゃない？それとお色気たっぷりの下着もちろんあまり派手すぎないものよ。男って変化を好むものなのよ。だから女も変わらなきゃダメ。あの、いえ、でも、ムニエカ待って。ビクトールと私はその…私だって人生の達人ってわけじゃないけど、これだけは言えるわ。ビクトールみたいにいい夫を手放しちゃダメよ。そのためにはあなたも努力しないと。本当にありがとう、ロベルト。感謝してるよ、おかげで助かった。また頼むことがあるかも。ああ、その時も頼むよ。いやいやいや、それは分かってる。ありがとう、頼りにしてる。それじゃまた。ありがとう。先生、義理の息子さんが見えてますが。義理の息子？どうしてくれ。どうぞ。こんにちは。何しに来た？俺の話を聞いていただきたくて。